七夕。ああそうだね、七夕だったんだよね。これ七夕の翌日に、うん、あ、よう七夕だったって思い出してた。七夕の当日、夜の9時ぐらいに、あ、今日七夕だ。おー、ギリギリ間に合ったね。そうそうそう、で、こうちゃんと七夕だっていうのを認識してその日を過ごしました。なるほどなるほど。3時間は七夕を満喫したの。そうだね、メンタル的には、うん、メンタル的には七夕だーってだっつって思いながら一応七夕のこう、ツイッターを七夕ワード検索して、あー、なるほど、みんなはどういうツイッターっていうの見て、その日はね、その七夕イベントは終わりましたね。なるほど。なんかやった？いや、キャンプに行こうと思って星を見にさ、うん、行こうと思ったけど、めちゃめちゃ雨で。ああ、そうだったんか。そうそう、めっちゃ雨降ってたから。ダメだもんね。そう、キャンプにも行けず。なるほど。とりあえず車に乗って、できるだけ遠くに行ってみようっていう会になった。それの次の日がポッドキャストの収録だったし。そうそうそう、そうだそう、うん。ポッドキャスト収録の時に山ちゃんの家でやるんだけど、うん、もう大体朝10時だけど、うん、まあ、朝10時で私が行って、うん、で、おぉみたいな感じでいつもまで迎えたら、うん、30分前にこの家帰ってきてさ、そんな喋り方。大阪から30分前に帰ってきたんだよ、みたいな。車でオールナイト運転してて、帰ってきたばっかりだって。やば。ワイルドなことやるなぁ。大変じゃん。